おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょうか。前回第2章が終わったところですね。猫脇まちちゃんがドッペルゲンガー生み出しちゃってたってところで、でこの過去の出会いってところまで終わったので、この4人目のオカルト部っていうところから始めますか。もうなんかタイトルからネタバレしてるけど、きっとまちちゃんが入るんだろうな。よし、やりましょう。楽しみだな。よっしゃ。それから数日後、俺は学校からいつものバーに帰り着いた。ガチャ。あ、アブさん久しぶり。おかえり。おや、信之くん、おかえりなさい。シロ、帰ってくるのが遅いぞ。ほら、信之くんも早く起きて手伝って。みんな何してるの？急遽オカルト部の歓迎会をすることになったんですよ。歓迎会？誰の？あれ、言ってませんでしたっけ？実はマチさんがオカルト部に入部することになったんですよ。マチさん？そうなんだ。ガチャ。マチちゃん来たね。チャンス。あ、もう来ちゃった。これは想定外の速さですね。何この盛り付け。盛り付け？飾り付け。ご飯になっちゃったな。何この飾り付け、もしかして私のため？まあ途中だけど、そんなところだな。もうこんなに気を使わなくていいのに。でもありがとう、すっごく嬉しいよ。記念すべき新メンバーの歓迎会ですからね。祝わないわけにはいきませんよ。みんなありがとう。私、みんなのおかげで自分の弱さに気づいたんだ。逃げてばっかりだった自分を変えられたのは、間違いなくオカルト部のみんなのおかげだから、次は私がオカルト部に入って恩返しをしたいと思ってるんだ。それは素晴らしい心意気ですね。だからそのためにはまず自分がちゃんとしないとと思って、かなちゃんに謝りに行ってきたの。かなさんの自宅にですか？うん。それで、かなさんには会えたのか？ううん、玄関でご両親に門前払いされちゃった。そうですか。でも私諦めないよ。かなちゃんが許してくれるまで毎日謝りに行くつもり。そっか、きっといつかかなさんが心を開いてくれるといいね。うん。それじゃあ、ここらで歓迎会を始めちゃいましょう。乾杯。いいわね、若いって。アブさんも十分若いと思いますけど、ね、それから数時間歓迎会は続いた。それじゃあね。また明日です、信之くん。じゃあな、バイバイ。また明日。ガチャ。いい友達じゃないか。そうだね。あ、そういえばあんた宛に手紙が届いてたわ。俺に手紙？どうしてこの住所に俺の手紙が？さあ、そんなの知るわけないでしょ。とりあえずあんた宛の手紙だし、中身は読んでないわ。はい、これ。どうも。一体誰からなんだろう。手紙の宛名には何も書かれていない。もしかしてキョドと猫彦か？これは。これ以上邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。なんだこの手紙。あ？何、ドッペルゲンガー大使の、ん？違う、ドッペルゲンガー、え？どういうこと？ドッペルゲンガー大使
が誰かの何かの邪魔になってるってこと？なんだ？一体誰だ？何もわからんな。クリア。オッケー。じゃあ続き行こうか。これで第3章。虎の目にも涙。おお。男の声。男か。このなんかこのシルエット誰だか全然わからん。誰だろう。新キャラか。殺される。やだ。来るな。俺なんて食べても美味しくねえぞ。ぐるるるる。泣いてる。泣いてるね。なんだ。ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。喋った。ごめんなさい。ごめんなさい。お前は。おお。ええー。やめてくれ。頼むよ。何もわからんぞ。新展開すぎるな。よっしゃ、今日は以上だ。運動部はもうすぐ大会が近いだろうが、くれぐれも問題を起こして出動停止なんかにはなるなよ。コツコツコツ密度計算。ちょっと無理があるね、最近のコツコツは。へえ、この学園は運動部が盛んなのか。いやー、運動部の皆さんにとっては高校最後の大会が近づいてきましたね。まあ僕らオカルト部には全くもって縁のない話ですが。確かにな。俺はふとあの手紙のことを思い出した。これ以上邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。邪魔をするなって一体何のことだ。それに一体誰があの手紙を出したんだ。おい信行、何ぼーっとしてるんだよ。え、今日のお前なんか変だぞ。悩み事でもあるのか。確かに何か考え事をしていることが多いですよね。そうかな。別に何もないよ。とりあえずあの手紙のことはまだみんなには黙っておこう。なんかさ、第2章の始まりあたりさ、キスケくんの様子ちょっと変だったじゃん。だからなんか家知ってるのもさ、オカルト部のメンバーだけな気がするから、キスケくんだったりしないかな。違うかな。ただの予想だけど。ただのいたずらなのかもしれないし、変に心配をかけるのもな。まそれならいいが。ところで今日の部活は何をするの？そのことについてなんですが、少し気になる情報が入ったのでみんなに聞いてほしいです。気になる情報？ドッペルゲンガーの事件に関係すること？まだそれはわからないんですが、最近街でヤンキーの方々がボコボコにされる事件が何件も起きてるらしいです。ああ、じゃあ最初のその第3章の初めのやつはヤンキーだったんだ。ヤンキーがボコボコって、それただの喧嘩じゃないのか？いやいや、それがただの喧嘩じゃないらしいんですよ。噂では大きな獣にやられたって話があるみたいで。大きな獣？はい、どうやらその獣はごめんなさいと何度も謝りながら襲ってくるそうで。獣が喋るの？何それ、超不気味じゃん。それに大きな獣って、ここは都会だよ、そんなのいるわけ。だからこそオカルト部の出番なんですよ。
こんな奇妙な事件、いかにもオカルトっぽくて面白そうじゃないですか。はあ、またシロの病気が始まった。こうなったら止められないんだよね。事件は夜に起きるみたいなので、夜にまた集まりましょう。その日の夜っていうか、まちちゃんとかのその女子グループのしがらみってもう解決してんの？大丈夫なの？ザザザ、ここが夜の街。ここは池袋か？違う、渋谷か？ん？渋谷だ、ハチ公がいる。こんな時間に来たの初めてかも。夜の街と、あ、昼だったわ。昼の街とは雰囲気が違うし、なんか緊張するね。あんまりうろうろしてるとナンパされるぞ。キスケくんはなんだか夜の街に慣れてるみたいだね。俺は夜でもこの辺をぶらついてるからな。これはキスケくんのチャラ発言が出ましたね。ね、っていうかさ、こんなにチャラいのになんで君はオカルト部なんだろうね。不思議なんだけど、すごい。なんだよそのチャラ発言って。姫？それにしてはちょっと棒読みだったけどね。私のさじ加減だけど。もしかして噂の獣が現れたんじゃ。向こうの路地から聞こえましたよ。行ってみましょう。たったった。これは、あ、違った、マチちゃんだ。これこれはひどい。倒れてるのはヤンキーっぽい人たちばかりだな。ねえ死んでないよね。おそらく気絶しているだけだと思いますよ。気絶するまで殴るなんてやべえな。とにかくこの人たちが無事か確かめないと。おお、クリア。なるほど、まだ時間はありそうだね。進もうか。調査パートスタート。あ、なんかこのさ、しゃがんでるさ、シロウくんのこの立ち絵というか、いいね。立ってるのに、違う、座ってるのに立ち絵っていうのはなんか変な気がするけど。何を調べればいいんだろう。じゃあこれ。ジャケットが落ちている。今は倒れている人たちの無事を確かめ、あ、そうだった、忘れてた。ごめんね。大丈夫ですか？一体何が？化け物か。化け物？化け物ってもしかしてシロウが言ってた獣のことじゃ。何か特徴は覚えていませんか？低いうなり声、ギラリとした目、大きな牙、それに黄色と黒の縞模様。それとあいつは人間の言葉を喋ってた。何度もごめんなさいって泣いて謝りながら、一瞬で俺たちを。大丈夫ですか？気を失ったみたい。シロの言ってた噂とも一致するね。そうですね。他にも何か手がかりがあるかもしれない。探してみよう。黄色と黒って聞くとどうしてもさなえちゃんを思い浮かべてしまうんだけど、でもなんか関係なさそうだね。このジャケットはヤンキーの人たちが着てたのだろうか、着てたものだろうか。ヤンキーどっちだろう。このジャケットはヤンキーの人たちが着てたものだろうか。ずいぶんボロボロだな。ん？この大きな傷は一体。あ、めっちゃ足しびれた。ちょっと待って、足。はい、治った。何かの爪痕のようにも見えますね。彼らを襲った化け物がつけたものかな。カランコローン。何か落ちたぞ。あ、落ちた音。これは、牙。おお。すごい。手のひらに置いたら、結構な大きさだね。ボロボロなジャケットと、で、あー待って、足がもうしびれ、あー、はあ、
あ、今度こそしっかり治りました。お待たせしました。ボロボロなジャケットの爪痕と大きな牙。やっぱり彼らを襲ったのは獣で間違いないかもしれませんね。じゃあここにその獣がいたってこと？やばいじゃん。早くこんなとこ隠れかけてこっちよ。ピャー。やばいじゃん。早くこんなとこ隠れようよ。そうだね。なんかマチちゃんの声めちゃめちゃ噛みやすいんだけど、鼻にかけてるからかな。一旦バーに戻りましょうか。ザッザッザッ。うん。あー、もうボー、怖い。あいつら。俺なんかコナンの犯人みたいな感じにしてみた。邪魔をする気か。邪魔をする気か。え、狙われる？オカルト部。やばい？変なことに首突っ込みすぎた？それからしばらくして、俺たちはバーに戻ってきていた。この場合いつもガラガラだね。全然繁盛してないの？あれ池袋になかったっけ？池袋渋谷忘れたけどさ、なんか繁盛してそうだけどね。噂通りだったね。ああ、泣きながらヤンキーを襲う獣か。獣って一体どんなやつなんだろう？確か証言によると、その獣の特徴は低いうなり声、ギラリとした目。私さっきやった時、低いうなり声っていうよりかはなんかもうかすれて死にそうな声だったけどね。それに大きな牙と黄色と黒の縞模様。私分かったかも。え、マジ？ちょっと紙に書くね。ギラリとした目、黄色の縞模様で、おまけに大きな爪と牙もついていると。できた、完成。ほら、ガオー。うわ、かわいい。なんてことだ、ルイ君、かわいい。ああ、尊い。なにこれ、かわいい。これは、トラ？おいおい、ピエロの次はトラかよ。でも、みんなの目撃情報から考えると、トラとしか思えないよね。まあ、そうですけど。そもそも動物のドッペルゲンガーなんてありえるの？いや、さすがに動物はありえないだろう。それに泣きながら謝るんだろう。トラは普通喋れないんじゃ。喋れるトラもいるかもしれないわよ。いや、さすがにそれはありえないと思うけど。まあまあ、皆さん、ここで話をしていても拉致が飽きません。こういうのは自分の目で確かめてみるのが一番じゃないですか。また夜の街を歩いていれば会うチャンスがあるかもしれませんよ。それはそうだけど、夜の街って言っても探す範囲が広すぎて大変そう。そんな都合よく会えるかな。俺いいアイディア思いついた。アイディア？相手はトラなんだろ？なら餌で釣ればいいんじゃね。餌って肉とかそういうの？そんなので釣れるかな。まあ俺に任せろって。ちょっと待ち、こっち来てくんない？私？ちょっとどこに連れてくんだよ。まあまあ、いいからいいから。これもドッペルゲンガーを見つけるためだと思って。コツ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 。キスケ君、何をするつもりなんだろう。それから数分後、何？なんだ？コツ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 。あ、帰ってきた。で、え？何？マチさん？あ？え？お、ウサギですね。一体どうしたの、それ。かわいい。恥ずかしい。
まさかキスケが言ってた餌ってこれのこと？正解。おお、これまた天才的なアイディアですね。マチさんを餌に見立てて虎をおびき寄せるってことですか。さすがキスケくんです。だろ？てか、私が本当に食われちまったらどうするんだよ。大丈夫、もし虎が現れたらすぐに俺たちも飛び出すからさ。大船に乗ったつもりでいてください。本当に大丈夫かな。そして翌日、なんかさ、ウサギの格好をすることにちょっと嫌な感じとかしないのかね。その森園ウサギちゃんという存在がいたのに、その辺のなんか人間関係というかさ、その裏のストーリーとかは絆ストーリーとかで見れるのかな、どうなんだろう。そして翌日、俺たちは夜の街に来ていた。ではマチさん、作戦開始です。出動してください。わかったよ。気をつけて。ザザ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 。街の人たちの目線が痛い。そうだよね、なんか別にハロウィンとかじゃないのにこういう格好してたら、え、なんだこいつってなるよね。あれあれ、かわいいウサギ発見。ねえ君、一人そんな格好で何してるの？てかすっげー可愛いじゃん。もっと顔よく見せていいよ。まあまずい、これは予想外の展開です。虎ではなくヤンキーさんが食いついてしまいました。キスケくん、どうしましょうか。この作戦を提案したのはキスケくんなので、君に全ての責任があると思いますが。俺の責任？お前だって作戦にノリノリだったじゃねえか。二人とも言い争いしてる場合じゃないよ。早くしないとマチさんが危ないよ。コルルル、この裏に揺られる声はくそ、このうなり声は、あそこ、あの目、それに黄色と黒の縞模様、あれは本当に虎が来たんじゃないですか。ブルルブルル、ごめんなさい、ごめんなさい。嘘、なんだこの空白は。なんだこの四角は。あれかな、私のパソコンが対応してないのかな。本当に現れた。なんだてめえ。ごめんなさい、ごめんなさい。何をブツブツ言ってんだ、気持ち悪いね。ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、なんかすごいシリアスなこと言ってるのにすごいふざけちゃった、ごめん。俺なんてもう生きてる価値ない。は？なんだお前、どこバキ？やめろ、どこバキ？こいつ、ごめんなさい、ごめんなさい。なんかさ、ごめんなさい言いすぎててさ、ふざけたくなっちゃうけどさ、これふざけてたらさ、なんかねえ。全然こう聞き迫る感じなくなっちゃうよね。どうしようかな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。俺なんているだけで周りに迷惑をかける。びっくりした。人だった。普通に人だった。あの最近流行りのこの手の部分をギュッギュッてすると耳がピョコってなるタイプの被り物してるヤンキーみたいな人だった。え、何、誰、天下無敵喧嘩上等って書いてある。あんたはうちのクラスの九条慎之助。え、こんな人いたっけ。来てないだけ学校に。お、九条慎之助。あれ、なんかことある気がするな。ん、
あれ違う、ん、あれ見たことある気がするのは気のせいか。九条慎之介、海進学園では超有名なヤンキー。喧嘩では誰にも負けたことがないらしい。かなり危ない噂も聞くが、それが真実なのかは不明だ。ほう、なんだ、ロスかな。うん、お前、やめて、殴らないで。お前は違う。え、俺の狙いとは違う。するとその男はバイクにまたがり、どこかに走り去っていった。あいつは九条慎之介。え、慎之介ってまさか彼ですか。みんな知ってるの。私たちのクラスメートだよ。まあほとんど学校には来てないけどな。彼はうちの学園では超有名なヤンキーでして、いろんな暴力沙汰の噂が絶えない人なんですよ。私もなんか怖い噂聞いたことがある。喧嘩で負けたことがないとか、暴走族の族長をしていたとか。これは予想外の展開だな。とりあえずマチさんを回収に行きましょうか。なんか道具みたいに言うなよ、かわいそうだろ。そうだね。あ、じゃあザッザッザってこう迎えに行ってるところで、今日は終わるか。ちょっといい感じの時間ですね。ちょっと九条慎之介くんのキャラクターがまだあんまりつかめないんだけど、でも被り物可愛かったね。じゃあまたね、おつぴょです。